ょっと半沢直樹のなんか記事があったので、やはり最強のパンか、まあ、視聴率も好調 20% 3話連続で超えて、 20% 今超えるドラマなんかまあないですもんね。まあ、そのもちろんその TVer とかでやらないっていうねことなんで、多分パラビとかでもやってないんですよね。そのダイジェスト版しかやってないっていうことだから、視聴率はいいだと思うんですけど、そう、続編の方が面白いと翔さん。後編では、あ、もうその前編が多分次回で終わるんですよね。その第、そういうことじゃないのか。でもこれが後編なのか。後編では東京準局から東京セントラル証券に営業企画部長として出向した半沢直樹が、銀行本体の証券業部長、諫山た安治さんですかね。と M&A を巡って嫉妬を繰り広げる。私の感覚からすると、営業企画部はあんまりそんな仕事しないっていうのはっていう感覚で、その証券時代の感覚からすると、営業企画部はあんまりそういうことをする部署じゃない印象なんですけどね。なんだろう、こういうのだとなんか事業法人部とか、そのホールセラーの部門部署が多分どっかにあって、そこがやることだと思うんです。あんまり営業企画っていう名前、まあもちろん会社によってね、何部が何する仕事っていうのはいろいろあると思うんで違うんでしょうけど、営業企画部という名前の部署が、ね、このドラマみたいなことをするのかっていうと、ちょっと私としては違和感なんですけど、まあいいんですけど、山場に次ぐ山場そうだったのか。ああ、もう私の嫌いで山源さんがね言ってるんでねあんま好きじゃないっていうのは、あの投資信託を考えるとかご覧いただいている方はもうご存知だと思うんですけど、ああね、出向しても頑張ってるみたいなところがすごいんだよみたいな話か。まあ、なんかなっていう、やっぱなんかこのもうちょっと1ページ目まででちょっとやっぱりなんかなっていう感じをなんか受けてしまいました。敵対していたスパイラルの、瀬名社長と IT 関連企業フォックス、もうなんか、まあ、外継ぎさんがね出てきてね、まあ、やっぱりチームナックスね、いいですね。シナジー効果が生まれ、両社の企業価値が高まった。まあね、あり得る手段が間に立つ人間に圧倒的に信用があり、相当ね、交渉力がない。まあ確かにそう。うん。確かにそう。そうそううまくはいかないですよね、きっとね。これはまあ日興証券ではありますとか、まあ日興はねまたねいろいろね、まあ、ちょっと今残念ながら SMBC の傘下に入ってしまいましたが、そうメガバンクの派閥が複雑だっていうのはそうなんでしょうね。でだんだんなんかある年代まではその合併してね、旧まあ、何でもいいですけど、旧三菱、旧東京銀行、旧 UFJK、旧何でしたっけ、桜違うか、何だか分からなくなったな、系みたいな派閥があるんだけど、まあ、どっかの世代からか、そういうのあんまりね、なくなってきて、ちょっとまた違う感じのね、派閥 になったりとか、そういうことになるんだと思うね。ちょっとね、なんかまあ、派閥、とかやっぱりあるんですよ。まあ、銀行系の証券だってやっぱりね、その銀行子会社だからっていう特殊性は
どうしてもありますよね。そうじゃない独立系の証券の場合は、多分まあまあ、あるレベルまでは本当に実力だけで勝負できる世界だったりするなと思う。特にリテール部門なんかそうだと思うんで、これ役員とかになってくると、もう確かにもう派閥の世界入ってきますけどね。まあ、証券はもうリテールで活躍した人が一番偉いっていう、まあ、時代ですから、昔はまたちょっとね、事業法人とかの方が強かったのかもしれないですけど、まあ、またおいおい、この話はなんか土日かなんかのね、雑談配信でやりましょう。ということで、いきましょう。8月5日、水曜日、日経平均株価から見てまいりましょう。はい、日経平均株価、今日は58円81銭安、22,514円85銭、0.26%の下落となりました。まあまあ、踏ん張った方というか、底堅い動きだったんじゃないかなと思います。5分足で見ていきます。ね、まあ、朝から安く始まったんだけど、5番入ってね、ちょっと切り返す動きとなりました。まあ、プラスにはもちろんちょっとならなかったですけど、まあ、ファストリーソフトバンクはちょっと重たかったんでね、今日は。でしたが、まあ、よく頑張ったという感じ。結構、場中の決算発表の銘柄とかもね、動き良かったりとかしたので、その辺の影響もあるかなと思います。トピックスが0.55ポイント安、もうちょっとでした。1554.71、0.04%の下落。JPX400 は0.03%の下落となりました。2部指数0.84%のプラス、3日続伸。ジャスダック平均12円94銭高、3437円69銭、0.38%の上昇、3日続伸。そしてマザーズ指数21.73ポイント高、1030.26、2.15%の上昇、こちらも3日続伸ですね。マザーズ強かったですね。リート指数0.49%の上昇という形になりました。では個別の銘柄を大型から見ていきましょう。今日は225銘柄からいきます。時の値上がり銘柄数59、変わらず合算、値下がり163となっております。合ってるかな？ あ、違うわ。違った。全場で止まって、値上がり99、変わらずが4、値下がり122でした。値上がり率上位の方から出てたと見ていきます。今日トップは、ちょっと顔ぶれ変わりましたね、前場と随分。トップ、日鉄、日本製鉄、日本製鉄か。61円70銭高、989円20銭。6.65%上昇。昨日の引け後の決算発表でしたが、まあ、悪抜けでしょうね。1200億円の赤字予想ということなんですけど、今期ね。まあ、それで悪抜けとなりました。5番から1段高ですね。今日、非鉄とか鉄、素材系強かったですね。住友金属鉱山、別紙が今日2、184円高、3390円、5.74%上昇。今日、違うか。決算が8月7日、週末か。ですんでね。まあ、資源価格の上昇に合わせて、まあ、金とかがまたね、高値取ってきたり、まあ、終値ベースで2000ドルとかって話ありましたけれども、その辺ですかね。3位が、アルプスアルパイン。74円高、1547円、5%上昇。この辺がやっとね、出遅れのエレクトロニクス銘柄が動き始めるタイミングということで、ちょっと、いろいろ期待していきたいですね。あと DeNA、決算発表が今日の引け後ありまして、数字良かったですね。一段高取ってきそうな感じですね。明日ね、決算期待ということで、今日買われて63円高、1337円、4.95%上昇でした。で、5位が住友化学。総合化学は結構決算昨日好調だったので、で、住友化学もね、良かったなということで、もうそのまま続伸ですね。赤字ではありましたけれども、悪抜けとなっております。16円高、344円、4.88%上昇でした。以下、同和、JFE、ね、非鉄鉄骨ですね、三井金、ここまで。あと、太平洋セメント丸紅という感じです。丸紅の決算発表で、場中発表でしたが、そのまま今日も続伸という形です。では、下落率上位、今日のトップはこちら、ヤマハ。395円安、4875円、7.5%の下落でした。ヤマハ重たいですね。第1クォーター、市場予想下回って営業損失になってしまったということで、営業
利益10億円ぐらい予想していた市場予想だったんですが、下回ってしまったということで、ちょっとネガティブに捉えられてしまったという形ですね。ちょっと保守的だなっていう見方もあるので、まあ、もうね、ちょっと売りをこなしてしまえば、金返ってくるかなとも思うんですけどね。ソフトバンクグループに288円、6593円、4.19% 下落。まあ、なんかいろんな、まあ、ここまで急進してきたところの利確売りがちょっと出てきてるとか、調整とか、あとはね、申告漏れとか、いろんなのが出てきてる、その影響なんでしょうかね。3位、明治ホールディングス330円、8430円、3.77% 下落。昨日のね、あの、イソジン騒動が、で、急進しましたが、今日そっくりそのまま返してきましたね。残念。そして、三菱重工89円安2405円 3.57% 下落、安値更新。なんだかきついですね。赤字決算ということなんですけれども、それでも悪抜けにまだならないっていうね。そして東海カーボン、まだ国営電力は厳しそうですが、まあ、ちょっとね、陽線で帰ってきてるので、ここでひょっとしたら悪抜けできるかもしれない。31円安905円 3.3% 下落。以下、スバル、大成建設決算表でしたね。リコ、日例とかも決算表で売られてます。あと日本製鋼、米粉ですね。ここまで10位ですね。ということでした。では以下、小型も含めて、決算発表あった、決算じゃない、材料になった目から見ていきましょう。まずヤマシンフィルター、ここがポジティブサプライズですね。新規事業が、非常に好調なんじゃないかなということで、業績予想大幅上方修正発表しております。150円高、ストップ高で1910円、15.96% 上昇、張り付きとなりました。そして、シグマクシス、大幅反発ですね。さすがに昨日下げすぎだろうということでした。205円安、1456円、16.39% 下落。なんかショック安みたいなの出ちゃうことはありますよね、なんかね。で、昨日決算アップで、まあ、内容もそうですけど、新中期計画、この辺が交換されたのかなというところで、イリソ電子工業費230円高、3625円、6.77% 上昇。して、良品計画、7月の既存店売上高増収率が前月以上だったということでですね、交換されております。125円高、1473円、9.27% 上昇。どうしよう。そんなにないなとファストリーが今日ね、ちょっと日経と押し下げたところは、4月の既存店増収率が前月比で鈍化したということで、ちょっと意訳されました。300円安58660円、 0.51% の下落。そんなとこですかね。キャンバス見てます。免疫応答に着目した、あれなんで出てこないんだろう、4575か、COVID-19、まあ、新型コロナウイルスですね。で、新規治療薬の開発に向けた公益財団法人静岡県産業振興財団の助成金対象として採択されたという発表がありまして、ストップ高100円高740円、15.58% の上昇でした。民株、これも何度も言ってましたけど、モーニングスターの二の舞ですね。214円安、2000飛び3円、 9.65% 下落。まあ、ちょっと随分期待で買われてましたが、第一クォーターの発表で、まあ、出尽くしっていうことなんですかね。振りが加速しました。あと場中の発表どころは日清食品、ちょっとあの値傘なんで買いにくかったですが、買いたかったですね。600円だから1万飛び350円、巣ごもり需要拡大ということで、第一クォーター営業利益2倍となったということでありました。サイバーネットシステムズ、ここを買うのを忘れてましたが、ストップ高にまで来ました。100円高771円、 14.9% 上昇です。そんなとこですかね。タック、ゼネコンは本当にダメですね。大成建設105円安3500円、 2.91% 下落。第一クォーター営業利益 32% 減益で、これがだから何でしょう、出尽くしにな、悪材料出尽くしにならないっていうのがちょっとこのゼネコンのきついところですね。まあ、経済対策とかでね、公共投資みたいなところの
側面もあるから、単純に景気悪いとゼネコンダメっていうふうにならないので、こういう時にアク抜けならないのかなとか思ったりしてますけどね。はい、ということで、この8の1日でした。以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。